こんにちは、高見の阿波千年物語へようこそ。古事記には神話や古い古からの伝承がいろいろ伝えられております。それらの神話は伝承の中だけでの話で、実在感はあまりわからないと思います。しかし徳島阿波の地には古事記に出てくる木津に関する多くの地名が実在します。今回は徳島県神山町にある大昼目、後の天照のいた高間ヶ原の周辺の神社を紹介します。この辺りは古事記の天の岩戸事件に関する神社、立岩神社とか天の岩戸別神社とかがあります。天照というのはどうも平安時代以降、時の権力者集団が命名した可能性があり、それ以前は天照という名称は文献には一切出てこないようです。高間ヶ原への入り口は、前回阿波千年物語その19でも説明しましたが、海側から辿ってきますと木の部山から西に阿久井川を遡り、天の原が高間ヶ原の入り口になります。その先に船果神社があり、外部の骨はここまでとなります。この辺りは天の安川と言われています。さらに遡ると広野町に天返しがあり、ここから先は天照の関係者だけの骨が通行できます。神山町に入り、神一宮大和神社の近くの関所で検問を受けた後、天乞の滝を越えて天照の球場に入ります。後世の彼岸寺のところですが、高根山の北麓にあり、昔は神の根の高根山と呼ばれており、この地域は一般人は立ち入り不可だったようです。